こんにちは、インフィニティアーティストなおです。いつも活動をご覧いただき誠にありがとうございます。今回この動画では私のね、これからの個展の開催場所でありますアスコット丸の内東京様のアクセス方法をご説明させていただきます。ぜひですね、ご来場の際に、ご参考いただければというふうに思って、ご用意させていただきました。どうぞご覧ください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。少しね複雑なところがあったかなというふうに思うんですけれども、これをご参考にいただいて迷うことなく会場にねご来場いただければというふうに思います。私自身は最初に、行った時にこのような道順で行かなくてですね、すごいビルの周りをうろうろしてしまったので、皆さんがね、迷うことなくご来場いただけますようにというふうに、願っております。はい。で、会期がですね、9月9日から15日10時から17時までというふうになっております。9月に入ってはいると思うんですけれども、まだまだですね、残暑残っている時期ではないかなというふうに思います。ぜひねお気をつけて、ご来場いただければというふうに思います。はい。最後に本当に、この展示会において、裏でね関わっていただいている皆様、本当にありがとうございます。私の作品をメインに発表させていただくという形にはなっておりますが、やっぱり展示会においてのこの準備期間ですね、たくさんの方に、携わっていただいて、
開催できるということになっております。本当にありがとうございます。この開催においての企画ですとか場所のご提供ですとか当日のね、設営ですとかそして今回ねアロマキャンドルを特別なねアロマキャンドルをご用意させていただきましたがそのキャンドルのねご制作も携わっていただいております。本当にね皆様ありがとうございます。本当にそういう裏のね、流れというのは皆様にね見えていない部分になるかと思うんですけれども本当に、そういった裏でね動いていただいている方々のご協力あっての展示会ということで、そういった気持ちで、最後まで、やり抜きたい、やり遂げたいというふうに、思います。本当にいつも皆様応援いただきまして誠にありがとうございます。私もとても楽しみにしてます。皆様にお会いできることを。SNS で出会ったファンの方々、そして、大学時代からお世話になっている方々、いろんな出会いによって、ご縁いただいた皆様がご来場いただくと思います。で私のね、アートっていう共通点からいろんな方がご来場いただきます。で会場にはソファーがありますのでぜひですねそういった私のアートからの出会いいろんなまた出会いが皆様始まると思いますのでそういったことも楽しみにしながら作品をご覧いただくだけでなくその会場の方とお話しいただいたり、まあ、その会場の、ね、空間を楽しむことももちろんなんですけれどもその良き出会いをですね良き出会いと空間ともちろんアートと楽しんでいただければというふうに思います。はい、ということで、なおからは以上でございます。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは楽しみにしておりますよ。